まあ一応私はバイリンガルということになってるわけですね。まあ日本語を話してて、えー、まあ私が日本人だとみんな思うんでしょうね。日本人がまあ非常に不思議があるのは、なんかそこでその電話かかってきたり、あるいはブラジル人が入ってきたりすると、まあ即ポルトガル語に言葉が変わるじゃないですか。でそれはまあ非常にこう見事に何て言いますかね、そのそこの 切り替えがでできるわけですよねでその時のじゃあアイデンティティはどうかというと私は二十歳でまあブラジルに帰化してるんですねですから50年間ブラジル人としてまあ生活してきてる日本国籍はだからその時に亡くなってますからねでしたがってその身分証明書上は私はブラジル国籍ブラジルパスポート日本では永住権を持ってまあ あのいますけど、まあ、日本では外国人ですよ、ね、まあそれはしかし私はそれは単なるその紙のような話であって別にそのまあ国籍はどこですかと聞かればそれはブラジルですと答えますけど、まあ、一方では日本人としてのアイデンティティというかそれはまあ日本人以上に持ってる面もあるブラジル人であればそらくこういった反応はしないだろうなと思うものが結構あって。 でしかし、まあ、ブラジル人の中でポルトガル語をしゃべってる感覚の中では、まあ、ブラジル人として、まあ、普通に持ってるものもありますね。